出したでこズドン、あれ出したでこズドンも武田でございます。大西です。久しぶりに大西団長に来ていただいてるんですけれども、ありがとうございます。ということでですね、はい、アクセルの4月といえばざわつく感じというか、はい、毎回とんでもない人がこう入ってくるじゃないですか、はい、去年も本田君とか京原君とか、はいはい、10秒3とか4がこう平気でボンボン入ってくるんですよいやでも誰も勧誘してない。来たいっていうから面接をして、うちの理念に合うからどうぞって言ったら、うん、まあ強い子が集まっちゃったんです、はい、早いだけじゃなくて熱いですからね皆さん。それそれ、タイトルとサムネイルがヤバい感じになってて今、はい、過去最大と言っても過言じゃないんじゃないですか。過去最大ですね。経歴言ったら過去最大の補強がなされた。呼んでいいですか、はい、新規入団の選手になります、高瀬圭君です。よいや、やばいっすよこれマジで。高瀬です。我々を全日本実業団で倒してきた高瀬圭がまさかの敵チームに入るというこの謎な感じになってます。関係性で言うと、はいはいはい、僕が順天堂大学出身で一つ下で入ってきたのが高瀬、うん、世話係じゃないけど、まあ、仲良くいろいろとかでホットケーキ作ったりとか食べしたりとかオリンピックは2大会、ロンドンとリオで、セリクは3大会で、モスクは北京。 100m ベストが10秒09、高瀬が09出した時は日本人初の向かい風ゼロ台、蘇炳添が9秒9でその年走るんだけど、その前に勝った男実質9秒台みたいなことをよく言ってた。逆が20秒14、当時歴代3番末前さん次っか、高瀬が出して藤見さんで出して飯塚が1ったそうじゃない、そういう感じ。まさかね、大学卒業して何年、10年以上経つ、10年以上経ってまた同じチームになるとは、ちょっとエモいですね。エモい。もしかしたら僕もどこかでバトンつなげるかもしれないという。つなぎたい。今回高瀬さんをこうお呼びしたのはアクセルに加入しただけではなく、そうですね、アクセルのミッションとして、まあ、自分たちが競技頑張るのもそうなんですけど、はい、陸上競技をいろんな角度から盛り上げていく、高瀬自身もいろんな思いがあって、今日はちょっと動画でねこのあたり話をしてもらおうかな。今回の題材って静岡国際、静岡国際みんな知ってますか。地元の静岡で今あの陸上クリニックをさせていただいてるんですけど、はい、地元の中高生が静岡国際って何現状をそこで知ったので、僕が小学校の頃はもう静岡国際って言ったらもうトップ選手が来て間近で見てサインたくさんもらいに走り回ってみたいな、そういう憧れの試合、日本最高峰の試合がいわゆる日本選手権、うん、まあ、それに準ずる大会ということで日本グランプリという大会になってます。日本グランプリというのは、まあ、誰でも出れるわけではなくて標準記録で、それをクリアしてさらに最近はターゲットナンバー制なので上位24人とかフィールド種目で上位8人ぐらいしか出れない、本当に日本トップレベルのグランプリシリーズというのが一つが静岡国際。この静岡国際で僕2つのことにチャレンジ、ああいいですね、してるんですけども、はいはい、一つとしてマイルリレーを大西さんたちと勝負してやばいっすよこれ皆さん、どういうことグランプリでこれも言わなくてよくない、有志取り上げるし、大西さんのマイルをなんであんなグランプリでやろうと思ったのか、走ることを楽しいっていうところを体現してるのが特に大西さんたち世代だと僕思っていて、走ることの楽しさっていうのを走ることによってみんなに届けたいっていうのと、またこれを見てくれた観客の方々が俺たちもちょっとやってみようかなみたいな、そういうちょっとムーブメントみたいなのを少しでも起こせたらいいなっていう風に思ってチャレンジしようって決めました。走ること楽しんでることは間違ってないと思う、これは自信あるけど、別にそれマイルじゃなくてよくないそしてそれ静岡国際でやる必要ある、行ったことあるけどあの中から入ったことないから。お兄さん初エコパ公認です。初エコパです、初エコパ公認ですそのメンバーがやばいですよね。日本選手権11連覇金丸雄三、金丸雄三そして 800m 元日本記録保持者の、横田真人、陸代表吉田和明全員全員全員これは奈良市のチャンピオン日の丸日の丸奈良市のマイルレースはあくまでもメインのレースを盛り上げるためなるほど、はい、っていうあれ主役ではないから、主役ではない、はい、盛り上げる施策としてあの応援隊っていうものを応援隊設定してまして、上競技の観客席を見るとやっぱり個人個人でこう応援してたりとか、応援してくれてるんですけど、やっぱりところではやっぱりまだまだ盛り上がれる余地があるんじゃないかなっていう。グランプリとかでさ「おいえー!」とかってちょっと一人で言うの恥ずいよね、俺は言えるけど。いやでも応援といえば世界リレー、世界リレーやったね、アクセルが中心でやってたじゃないですか、うん、あれめちゃくちゃ盛り上がってた、めちゃくちゃ盛り上がってた、うん、日本代表っていう応援ができたんだなっていうのももちろんあると思うんですけど、でも今回このグランプリということでなんかちょっと新しい形で応援ってことなんですよね、うん、ちょっと違います
ますよね、それは。そうね、うん、好きな選手を探しに行くじゃないけど、そういう応援の仕方もできますよ。気軽にみんなで楽しくこうできるっていう。なるほど。行く理由がさ、知ってる選手だけだとさ、その選手がもし引退しちゃったら、うん、もう行かないけど、知ってる選手を応援するになるとさ、引退してもなんか行きたくなるじゃん。はい、そういう取り組みはすごいいいなって、なんか思う。応援隊って言われて、いいきっかけになればいいかなと僕も思いません。応援グッズ的なのは、応援これをつけてきたらなんか応援団として認識します。静岡から富士山の青、あ、青なんですか？お茶の緑、お茶の緑、みかんのオレンジから静岡からその色の小物だったり服とか、そういうのを着用して応援まとまってできたら、すごく立体感も出るんじゃないかなって今と思っていたりとか、あとはこう音を鳴らす、あんまり陸上競技だとあんまりないんです、まあ、なかったです。そうですね、なんかやっていいのか分かんないよね。サッカーとかだとさ、ブブゼラとかさ、まあまあまあ、バレーボールとかもやるじゃん、はい、まあまあまあ、やっていこうかなって思うと、みんなでこう作っていく楽しみもあるなって思ってる、うん、当日応援隊の場所みたいなのがあって、そこに行けばいい。LINEのオープンチャットっていうさ、そんなのあるんだ、まあ、非公開で作っていて、はいはい、僕に DM をくれた、 DM、 高瀬さん DM していいんすか？やべえ、やべえ。当日その一緒にやりたいなっていう方は当日参加でもいいし、まあ、そこは自由でね。当日僕もいろんな動きツイートしていこうかなと思うので、一緒に盛り上げていけたらなと。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、マイルリレーは12時15分から。そういう告知いらないアクセルにまた高瀬さんが入団するというのと、数学祭を皆さんと一緒に盛り上げていきましょうという動画でした。本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。 OK です。大西さん VS 横田コーチ VS 高瀬さん、どのような結果になるのか始まります。さあ、飛ばしてるな高瀬さん、飛ばしてるな高瀬さん。ついているのは横田コーチと大西さんか。高瀬さん耐えれるか。すごい、意外と来てる。さあ、ラスト150を切って、ラスト120、ファイター、ラスト横田さんや大西さん、高瀬さんをはじめいろんな方が、マスターズ日本記録を目指して静岡国際で頑張ります。世界記録、すいません、失礼しました。